いけない、私にはリョフさんが。お背中お流ししましょうか。うん、はい、どうもマチリスヤイメロンです。一気当選エクストラバースト、本日もやっていきましょう。今日で音声イベントが終了いたしまして、また新イベントが間髪入れず始まるのかと身構えていたのですが、なんと今回は即新イベント開催ではありませんでした。はい。でも安心してください、皆さん。新イベントはなくても新ガチャは来ております。ということで早速見ていきましょう。はい、こちら、うつろの闘士ガチャということなんですけれども、今回のピックアップキャラは、この、ケージュと、このシオと、チオンという、一気当選エクストラバースト、まあ、オリジナルキャラの3キャラとなっておりますと。で、まあ、ゲームプレイしてない人にとっては、まあ、誰やねんって感じだと思うんですけど、まあ、プレイしてない人がこの動画見てることは、まあ、ないと思うんですけど、まあ、超簡単にどんなキャラか、説明いたしますと、まず最初の、これかな？ケージは、まあ、ぶりっ子キャラで、まあ、普段は私全然戦えませんみたいな感じなんですけど、この、さっき言った3キャラとはまた別に、ラスボスっぽいキャラがいて、まあ、黒ユリってキャラがいるんですけど、まあ、その、黒ユリと、まあ、孫作たち、味方サイドの間を、まあ、暗躍って、表現で合ってるか分かんないけど、まあ行ったり来たりしてるような立ち位置で、まだこのケージは敵か味方が分からないみたいなキャラですと。はい。で、このシオとチオンですね、この二人はまあ仲のいい姉妹で、まあ、さっき言ったラスボスっぽいキャラの黒ユリとともに、まあ、孫作たちとまあ敵対している闘士ですね、この二人は。はい。ただ、この二人もその、黒百合の手下っていう感じではなくて、まあ、ただ利害が一致しているから、まあ、手を組んでるだけみたいな雰囲気で、まあ、本当の目的はまだ不明、みたいな感じだったと思います。はい。なんだかんだもうゲーム内のストーリーモードをプレイしたのも2ヶ月ぐらい前なんで、だいぶうろ覚えなんですけど、まあ、確かそんな感じだったと思いますと。はい。まあ、キャラの説明はこれぐらいにして、まあ、性能の方、見ていきましょうか。でまず、ケージュから。はい。南洋学院2年ケージュ。光属性の体験で、前衛タンク。ということで、スキルが、敵3発見。60秒間、パーティーの全ての単体攻撃を引き受ける。で助けてください。では、20秒間、パーティーの余ダメを 15% 上昇する。で、EP が60と、破格の EP となってます。はい。避けちゃいますよ。60秒間自身の火ダメを 20% の確率で無効化する。はい。エクストラバースト。へへ、転んじゃいました。20秒間すべての敵の余ダメを 30% 低下させる。ということで、攻撃スキルは一切なくて、タンクスキルとバフスキルのみに特化したキャラということで、はい。まあ、2個目のこの EP60 がやっぱ強そうですね。この前の前回のイベントのなんだっけ、超一流が、まあ EP が他のキャラより多めに設定されてるんですけど、やっぱ強いですね。使ってみて思ったんですけど、はい。何が強いって、やっぱりエクストラバーストがすぐ打てる、たまり、エクストラポイントがすぐ溜まるんで、すぐエクストラバースト打てるんで、それが、やっぱエクストラバーストゲーなんで、なんだかんだ言って、このゲーム。それ考えると、まあ、かなり強いなっていう印象でしたね、使ってみて。で特に闘技場で、この進化を一番発揮しますね。っていうのも、闘技場で戦うと、その敵キャラ相手
のパーティーってコンピューターが操作してるんで、もう EP 溜まると速攻エクストラバース打ってくるんですよ。だから同じスピードで EP 溜めちゃうと、まあ、大体先制されて、で闘技場だともうエクストラバース先に打ったもん勝ちなんで、まあ勝てないですね。なんで IP より EP を先に溜めなきゃいけないんですけど、まあそういう時重宝するのが、まあ、この前のイベントのシリューですね。はい、あれ入れてからかなり安定して勝てるようになりましたね、闘技場が。逆に相手の防衛編成でシリュー、超音シリュー入れてる相手とは極力戦わない方がいいですね。はい、エクストラバース先制されたら、まあ、ほぼほぼ勝ち目ないんで、まあ、特に中衛。まあ、前衛後衛のエクストラバース発動したら、まあ、あれなんですけど、まあ、中衛のキャラに発動されると、まあ、大体みんな死ぬんで、はい。極力避けた方がいいですね。で、まあ、この前のイベントで超音支流もし取れていないんだとしたら、まあ、今回の刑獣が、まあ、2個目のスキルが EP 高いんで、まあ、代わりになるんじゃないかなと思いますね。はい。なので結構強いんじゃないかなと思いますと。じゃあ次。堕天使の継承者、シオ。こっちが妹の方ですね。で、スキルが、愛、読めない。なんとか劇。すべての敵に威力 120% の非属性攻撃を1回行う。あ、ちなみにこのキャラなんか中二病を患ってる設定なんで、はい。結構中二臭い名前の技が多いですと。で、2個目が堕天使降臨。敵一体に威力 150% の必殺性攻撃を1回行う。追加効果で15秒間自身の矢ダメを 20% 上昇する。で、3つ目が断罪の一撃。敵一体に威力 175% の必殺性攻撃を1回行う。特性で、対象が毒状態の時威力が 1.6 倍になる。おう。エクストラバーストが、打点断罪、炎撃かな？すべての敵に威力 1000% の非属性攻撃を一回行う特性で、対象が毒状態の時威力が 1.6 倍になる。ということで、まあ、呂布が配信時 1.6 倍なら、費用は毒状態の相手に 1.6 倍のダメージを与えられるということで、はい。また新しいタイプのキャラが来ましたね。はい、じゃあ次。お姉ちゃん。確かに暗記使い、シオン。属性の、暗記で光栄。ってことで、まあ、妹のシオンと同じ非属性。スキルが、読者。30秒間すべての敵に威力 20% の毒状態を付与する。次が、救命者。味方一人の HP を回復する。回復量は使用者の回復力の 180% となる。三つ目が、救命爆射。味方一人の HP を回復する。回復量は、使用者の回復力の 50% となる。追加効果で、パーティーの HP を回復する。回復量は、使用者の回復力の 70% となる。テイクストラバーストが、一世者。岩をうがつ。読めない。10秒間。すべての敵のヒラメを 35% 増加させる追加効果で10秒間対象の行動間隔を 10% に増するということで、まあ、攻撃スキルではなくデバフスキルってことかな。うん、まあ、10秒間って考えるとちょっと短いかなって感じですからね。うん、まあ、光栄なブースターバーストってあんまり使う機会ないんで、これは、ちょっと使う機会あんまなさそうですね。まあ、特筆すべき点は、ま、読者。まあ、これで毒状態にして、まあ、妹の、火力アップのフォローをするって感じですかね。さらに、非属性なんで、はい。工場の中衛の、加工園？あれも、確か、毒状態不要の、スキル持ってるんで、まあ、かなり相性が良さそうですね。この3人を組ませれば、まあ、毒パーティーで、まあ、仕様の火力をだいぶ上げられるんじゃないかなと思いますね。はい。まあ、そんな感じで見ていきましたと。じゃあまあそろそろガチャ回して
きましょうか。で、今回は、この、イベント報酬やら、エノマス報酬やらでもらった、リリーク8000個約8000個なんで、50連分回していきます、と。はい。で、今回のガチャなんですけど、ちょっと言い忘れてたんですけど、いつものイベントガチャと違って、今回追加された3キャラは、工場キャラ扱いなんですね。なんで、今後のイベントガチャとかでも、普通に配置されるらしいので、今出さないと取れなくなるってわけではないので、無理して今3体出るまで揃える必要はないのかなということで、今回はちょっと50連だけにしておきたいと思いますということで、やっていきましょう。では、1回目。あ、回数率見てなかった。回数率は、ゲージ、使用、シオンがそれぞれ 0.6% ということで、はい。じゃあ1回目。ゴー！ローディングはなしと。人事を尽くして天命を待つ。なんか画面切れてない？なんか画面切れてない？なんでだ。まあいいや。今回はまあだから SR とかはいないんで、どうしますか？ちょっと待って。なんで画面が、画面切れてる。ちょっと直します。はい。直りましたね。失礼しました。はい。今ちょうど1回回したところですね。じゃあ2回目やっていきますか。こっち。ローディングなしと。で、まあ今回50連しか回さないんですけど、まああともう一つちょっとあんまり回したくない理由があって、まあ普段イベントガチャ回してるじゃないですか。で、まあ今まで結構イベントガチャ回しすぎちゃって、もう工場キャラほとんど出しちゃって、まあ、出てないのあと4キャラぐらいしかいないんですよ。確か、ちょちょと、孔明と、天球と、え？止ま、消えた！なんで？でもめっちゃ調子悪いな。はい、失礼しました。また、なんか今日、めっちゃ調子悪いな。大丈夫かな？なんだっけ？そう。工場が出てないって話か。そう。で、なんだっけ？巨長と孔明と鎮球と、あと、武蔵坊弁慶かな？その4キャラが工場で出てなくて、で、なんだっけ？そう。で、全部工場出しちゃうと、何が嫌かって、今後イベントガチャで SSR 出た時に、スキップが出るか出ないかとか、あとは、なんだろう、ローディングが入ったかどうかで、もうすり抜けたかどうかが、キャラ見る前から、分かっちゃうんですよ。それだとちょっとガッチャやってて面白くないんで、どうせなら、こう、ローディング入って SSR 出た時、めくるまで、イベントキャラが出たかどうか、ちょっとドキドキしたいんで、できれば工場キャラは、全部出し尽くしたくはないんですね。はい。ということで、回してるんですけど、さすがに、ゼロは嫌だな。50連とはいえ、1体ぐらいは出てほしい。なんだかんだもう3回やっちゃった。はい。で、もう4回目か。はい。じゃあ、5。ん？長いのでは？長いのでは？人事を尽くして天命を待つ。あれ？あ、出てる出てる。1体。さあ、誰だろう。工場で出てないのはさっき言った4キャラ。プラス今回のピックアップ3体なんで。さあ、誰だろう。工場だったら孔明か巨長が欲しいかな。お、刑事かなこれは。
はいはいはい。ラブッとラッキーなのです。お、こんな声だったね。あー、とりあえず一体は出た。よかった。ケイちゃんはか弱いけど、一応闘士なのです。はい。なんとか一体は出てくれましたね。さあ、じゃあ最後回していきますか。でもこれでシオとか出たら、ちょっと逆にシオも出るまで回したくなっちゃうな。あ、大丈夫かな。大丈夫かなっていうのもおかしいけど。多分出てないですね、これは。人事を尽くして天命を待つ。はい。はい、ということで、スキップと。オッケー。はい、ということで50連終了しましたと。まあ、出たのは計11体ということで、まあ、残念ながらシオとシオンは出なかったんですけど、まあ、工場キャラなんで、まあ、今後イベントガチャ回してる時に出てくれたらいいなって感じでやっていきたいと思います。はい、では今回はあイベント振り返っておきますか。前回の温泉イベント、あ、ここからじゃ見れないのか。順位が何位だったかな。174位か。今回結構終了間際激しくて、なんだかんだ前日まで100位前後でいたんで、結構もう安心してたっていうか舐めてたんですよ。その時18万いってないぐらい、17万ぐらいで、まあこのまま最低限やってれば200位内に入れるかなと思ったら、今日朝起きたらもう200位来てて220位ぐらいまで行っちゃうかな。めちゃくちゃ焦って急いで備蓄のおにぎり使って、まあ、なんとか200位内には入れましたね。はい、結構もう20万近くやってるんで、なんだかんだ前回とあんま変わんないぐらい行きましたね。はい、そんな感じでしたと。いうことで、まあ、なんか、右上に、なんか不穏なのさっき出てましたけど、まあ、また多分すぐに、イベント始まると思うんで、まあ、それと同時にまた、イベントキャラのガチャも出てくると思うんで、まあ、その時にまたガチャ、動画、出したいと思うので、次回もぜひ見てくださいと。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。